皆さんこんにちは、戸田市長の菅原文人です。今日は、いつもと、少し、ユニフォームが、違うわけですけれども、今回は、今回の市長ニュースでは、なでしこジャパン、に所属している、戸田 PR 大使の長谷川由衣さんの、応援で、先日、戸田市パブリックビューイングを実施をいたしました。その様子について、この視聴ニュースで取り上げて皆さんにお伝えをしていきたいと思っております。このパブリックビューイングでは、7月の22日土曜日日本対ザンビア戦、7月の26日水曜日日本対コスタリカ戦で実施をさせていただいたところです。当日は長谷川選手をはじめなでしこジャパンの素晴らしい活躍を見ようと多くの皆さんが会場に足を運んでくださいました。長谷川さんが所属していたサッカーチームの恩師のコーチの方、また所属をしていたチームの後輩の子供たち、またご家族の方など、本当にご友人なんかもいらっしゃいましたけれども、本当にたくさんの方がパブリックビューイングに参加をしていただいたところです。来場者限定で実施をされました、SNS キャンペーン、こちらも、大変盛り上がりを見せました。長谷川選手の、等身大パネルを設置したわけですけれども、このパネルと一緒に、写真を撮る方々も、たくさん、いらっしゃいました。さらに、会場で、ホワイトボードを用意いたしまして、選手への応援メッセージを書いていただいたんですけれども、本当にたくさんの方々から熱いメッセージを寄せていただくことができました。皆さんの思いはきっと長谷川選手へ、そしてなでしこジャパンに伝わって大きな活躍につながったのではないかなと思っております。試合では日本対ザンビア戦では初戦ということもありまして、手に汗握るような緊張感の中、スタートいたしましたが、日本選手の活躍、とりわけ長谷川選手は4得点に絡む活躍を見せていただきまして、まさに日本の司令塔として、もう本当に大きな、活躍をさせていただきまして、5対0で、圧倒的な勝利を収めることができました。そして2戦目のコスタリカ戦においては、相手チームのリードを許さず前半に2得点をしまして、そして後半はこの得点を守り抜いてしっかり勝ち点3を取ることができ、結果的にこのグループリーグを勝ち抜いて決勝トーナメントに進出することができました。皆さんの気持ちを一つにして選手を応援できること、また活躍を一喜一憂しながらもみんなで分かち合う、そういったことができるのはこのパブリックビューイングではないかなと私も参加をして実感をしたところです。このパブリックビューイング、7月31日の月曜日にあります第3戦スペイン戦でも実施をさせていただきます。試合の開始時間は午後4時から、その前の30分前から入場が可能となっております。当日はぜひ戸田市役所の5階、もちろん無料で開催をしております。パブリックビューイングを第3戦も実施をしてまいりますので、どうぞ皆さんお集まりいただければと思っております。頑張れ日本、頑張れ長谷川選手、これからも長谷川選手をみんなで応援していきたいと思っておりますので、どうぞ皆様からの応援もよろしくお願いいたします。最後に、今月の戸田キッズをご紹介いたします。阿部楓ちゃん、波方穂高ちゃん、宇田川小太郎ちゃん、
本橋みつはちゃん、寺内ゆうごちゃん、増川葵ちゃん、今月も大変素敵なお写真ありがとうございました。ここまでご視聴いただきありがとうございます。それでは良い週末をお過ごしください。また、お会いしましょう。戸田市長の菅原文人でした。ご視聴ありがとうございました。